外装フロントバンパーから見ていきます。結構ね綺麗なんですよね。こんな感じで、まあこういうちっちゃい飛び石傷ついてますけれども、大きく削れてるような感じはないですね。でまあツヤの方も結構色濃くこう出てる感じなので、なんか薄くなってるっていう感じは見受けられないですね。あ、まあ、あのこのグリル周りここら辺はちょっと、塗装が薄いかなって感じですかね。でボンネットの方もこんな感じで、まあ、へこみもなくて傷の方もないですね。こんな感じで綺麗な状態です。で左の、フロントフェンダーです。でも綺麗ですね。でホイールはですね、これスタッドレスタイヤ入っちゃってるので16インチという感じです。このタイヤのみという感じになります。で、ドアミラーちょっと擦ってタッチアップしてますね。助手席側のドアも綺麗ですね。でサイドステップ周り、こちらも特に大きく目立つような傷は、ないです。綺麗な感じで、左のリアドア、リアも、こういう、まあ、薄いちっちゃい傷がちょ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 ってついてるような、感じですかね。汚れかな。で、左のリアフェンダー、綺麗ですね。ここら辺も色あせとかも特にないですし。で左リアのホイールです。そしてリアバンパー、これは汚れかな、あ汚れですね。まあちっちゃい細かい飛び石傷がちょっとついてるかなっていう程度ですね。とても綺麗です。で、ここトランクちょっとへこみがあるの分かりますかね。こんな感じでへこんでます。まあ上面は特にへこみなくっていう感じですね。で若干ここのパネル色あせが、あります。で、右リアフェンダーです。綺麗ですね。この辺りもなかなか。で、右リアのドア、こちらもなかなか綺麗な状態。なかなかね、赤でここまでの状態維持するのって難しいですよね。あ、ここなんかちょっとガサガサガサっと、薄い傷が入ってますかね。まあサイドステップ周りは乗り降りの時についたようなちょっと薄い線傷があるかなっていう程度ですね。でも綺麗ですね。フロントフェンダー右側も特に気になるようなところはないですね。へこみなんかも、特に見当たらないですね。ルーフの方も特にへこみなく、綺麗な感じですね。傷も見当たらないですね。はい。以上、アコードユーロ R の外装でした。